どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾氏です。はい、ブルーリボン賞の今年のブルーリボン賞第64回ブルーリボン賞の、ノミネート作品が決まったそうなので、見ていきましょうか。今年はですね、ドライブマイカー最多5部門、そして孤狼の血レベル2が4部門ということになっておりますということで、こちらが去年の受賞作となっております。下旬までに選考会で各賞を決定し、2月中旬に結果を発表するそうです。ただ残念ながらね、昨年に続き新型コロナウイルス感染防止のため授賞式は中止となりますということで、とりあえずノミネート作品ね、見ていきましょうか。はい、今年はねこんな感じになっております。ノミネート作品ですね、結構たくさんあるのね。あまね色に焼かれるあの子は貴族、命の停車場、梅切らぬバカ、キネマの神様、漁港のニココちゃん、空白コロの地レベル2、ザ・ファブル2ですね、こちら続編ですね、素晴らしき世界、ヤクザの映画、そしてバトンは渡された本屋大賞ですね、ドライブ・マイ・カー、今年のカンヌ映画祭、脚本賞を受賞した、浜口竜介監督の映画ですね、花束みたいな声をした、はい、須田将暉主演で大ヒット、マスカレード・ナイトは木村拓哉さん主演、東野圭吾原作のミステリー小説の映画化ですね。守られなかった者たちへ、はい、我らが中山七里さんの原作小説の映画化、模様剣、これ見たよね。どんな映画だったっけ。あ、新選組だ。え、新選組だったよね。そうだよね、土方歳三でしたよね。はい、司馬遼太郎の原作だったっけ。そうですよね、ヤクザと家族、竜子の天秤、おお、竜とそばかすの姫、この中では唯一のアニメになりますかね。あと、ルローニケンシン最終章、ザ・ファイナル。やっぱり、ファイナルが来たのね。ファイナルの方か。あ、ビギニングの方じゃないんだ。へえ、いや、これ、ビギニングじゃない普通。ねえ。で、外国作品賞は、煽られ入ったんだ。アメリカン・ユートピア、イン・ザ・ハイツ、オンダ、1万円を超えて、クルエラ、ゴジラ、バーサス、コング。これも入るんだね。007、デューン、ノマドランド、ファーザー、ミナマタ、ミナリ、ラーヤと、竜の王国、リスペクト、ワイルドスピード、ジェットブレイクということで、はい。どうですかね。まあ外国映画賞は、どうだろう。ゴジラ VS コングが出たのは、小栗旬さんがね、日本人としてハリウッド初進出みたいな形で選考入ったんですかね。煽られ。まあ順当にいけばアカデミー賞を取ったノマドランド、そしてやはりノミネート、同じくノミネートされた、ファーザーもそうですね。ファーザーもアンソニー・ポプキンスが、今年アカデミー賞、これ主演男優賞を受賞しました。羊たちに沈黙に続いての第2回目ということでね、まあ老人の地方書を、その地方書の老人視点で描くというね、ちょっとしたね、ある意味こうホラー映画だと思うんですけど、なかなか怖い映画でしたよ。で、ノマノランドなんですけど、アカデミー作品賞でね、クロエ・ジャオ監督の作品なんですけど、まあ僕はこの映画何がいいんだかさっぱりわかんない。なので今年の2021年、僕のね、ワースト映画に2位にランクインさせていただきました。はい、いまだにこの映画の良さがね、ほんとわかんない。誰か説明してほしい。そしてミナリ、ミナリもね、アカデミー賞にね、ノミネートされていましたよね。ノマド、ランド、ファーザー、ミナリ、ぐらいじゃないかな。この3つのうちのどれかじゃない。どうですかね。ミナマタ、ジョニー・デップがあれですかね、ドキュメンタリー写真家ですか、水俣をね、撮影してきた外国の記者ですよね、カメラマン、記者です。記者の役でしたよね。やっぱり日本に関係あるからこれも強いのかな。あとどうだろうね、この小野田っていうのはあれですよね、小野田さんですよね、戦争が終わってもまだ、ずっとこう
軍服を着て戦場に、ずっと残っていたっていうね。クルエラ、あ、クルエラ見てないんだよな。アメリカン・ユートピアも見てない。さあ、問題はね、日本の映画ですよね。やっぱり日本の作品賞、結構たくさん出てるんですけど、まあ、個人的にはですね、やっぱり優子の天秤ですね。個人的には。まあ、見てない映画も結構あるんですよ。天音色に焼かれるとか、命の停車場、梅切らぬバカ見てない。キネマの神様も見てない。ニココちゃんも見てないね。あとは見たかな？ここら辺は見てるね。素晴らしき世界見た。あ、俺花束見てねえんだ。あ、一回花束見ようかな。で、あとは、ヤクザと家族もね、これ見逃しちゃったんですよね。これ見るべきでしたね。ルローニケンシン。なんでかな？これルローニケンシンはザ・ファイナルじゃなくて、これはもう明らかにザ・ビギニングでしようと思うんですけど、なんでこちらをね、ノミネートしているのかがよくわからない。はい。まあ、個人的には優子の天秤かな。もしくはね、あのビギニングがあるのであれば、ビギニングかなと思いますね。あと、中山シリさんのね、この守られなかった者たち、これもかなり、映画としての出来が良かったので、まあもしかしたらこれが撮る可能性も結構ありますね。今年の日本アカデミーもおそらくこの守られなかった者たちはかなりね、まあ作品賞にノミネートはされるのはほぼ間違いないでしょうし、もしかしたら取るかもしれないですね。まあ、個人的にはね、やっぱり中山シリさんの原作なので応援したいです。この中で取ってほしいなと思ったらやっぱり、それはまあ贔屓になりますけど、身内贔屓ですけど、守られなかった者たちですね。ただやっぱりアカデミー賞取ってほしいかな、どうせ取るなら。日本アカデミー賞を取ってほしいなと思いますね。あの子は貴族もなかなか良かったんですよね。個人的にね、この空白はあんまりよく、空白と、あと孤狼の血レベル2が4部門でしょ？孤狼の血もなぁ、これもそんなにいいとは思わなかったなぁ。あと空白も、まあ今、吉田圭介監督でしたっけ？吉田監督。この空白あんまり個人的には刺さらなかったんですよね。あと素晴らしき世界も素晴らしき映画だったとは思うけど、ちょっと美談が過ぎたかな。あえて言うならこのね、バトンは良かったかな。逆に。バトンはね、なんかちょっとドライブ感があって良かった。あとやっぱり、そうだね、ドライブマイカーがありましたね。ごめんなさい。ブルーリボン賞、ドライブマイカーの可能性も結構高いですね。ドライブマイカーがとってもまあまあ、納得な部分はあります、個人的には。素晴らしい映画っていうか、すごい映画でしたね。ただ個人的には同じこの浜口竜介監督であれば、偶然と想像か。の方が好きかな。まあ、ドライブ・マイ・カーも良かったですけどね。花束もわかんないね。もしかしたら、取る可能性、ポテンシャルは十分持ってますもんね。まあでもね、今年はこう見ると、やっぱり2021年は全体として小粒だったなってイメージですね。なんか、2020年の方が、なんかこう、激戦というか優れた、個人的には刺さる映画が多かったかな。はい。今年はもう全体的にこじんまりとしている外国語映画ね、外国の映画も、日本の映画も、突き抜けた感があんまりないんですよね。ああ、これ突き抜けてるっていう作品に出会えなかったですね。小粒で、まあ、優れた作品っていうのは多かったんですけど、こう、突き抜けたものがないんですよ。で、これワーストにも言えるんですよね。ワーストでも、なんか突き抜けた感がなくて、まあ、普通につまんない作品を選んでしまったみたいなところがありました。はい。まあ、そんなわけでね、他の各賞見ましょうか。はい。各賞こんな感じになってますね。主演男優賞は、岡田准一さん、佐藤健さん、西島秀俊さん、松坂桃李さん、役所広司さんとも、なんかいつもの面々ですね。誰が撮ってもいいんじゃないって感じ。まあ、佐藤健がすごくやっぱりちょっと抜きに出ているかなって思いましたね。それ以外はもういつものね、それぞれのキャラクターを演じていらっしゃるっていうかね。
まあ、岡田准一さんも良かったかな。燃えよ剣の岡田准一さんも良かった。あ、西島秀俊さんもね、まあ相変わらずいいですね。ただ、昨日何食べたはね、相方の方が良かったかな。うちの西洋さんの方が良かったですね。そして女優賞は、天海祐希、有村架純、小野真知子、長野芽衣、吉永小百合さんと。まあこちらももう、おなじみのね、メンバーって感じですよね。誰がいいかな。まあ個人的にはね、バトンの、あの、長野芽衣さんがとても魅力的に感じましたね。長野芽衣さんがいいかな、個人的には。有村架純さんね。あの、有村架純さんもすごく良かったんですよね。あの、ザ・ビギニングですよ。るろうに剣心、ザ・ビギニングのね、あの女性の役がすっごく良かったから。まあ、この二人のうちどっちかかなと思いますね。ただ、ビギニングは入ってないからね。長野芽衣さんかな、個人的には。そして、助演男優が、磯村優太さん、岡田将生さん、鈴木亮平さん、舘ひろしさん、中野太賀さん。中野太賀が結構ね、今年いろんな映画出てて、印象強く残しましたね。爪痕を残してくれた。あと、鈴木亮平さんも結構いろんな映画出てましたね。まあ、存在感があるね。岡田将生さんもね、相変わらずの怪演というか、今回岡田将生さんも結構今年、去年、いろんな映画出てましたからね。結構、やっぱりこう、いろんな役こなせるっていうか、すごいなと思いますよ。はい。誰が撮るのかな。まあ、中野太賀さんが結構印象強かったかな。助演女優賞、清原果耶さん、寺島しのぶさん、平手友梨奈さん、三浦透子さん、水原希子さん。まあ、個人的には、やっぱりこのね、清原果耶さんがすごく圧倒的に好きですね。まあ、存在感が半端なかったですよ。守られなかった者たちへってね、この作品。原作ではね、この彼女の役って男性だったんですけど、映画ではね、女性に変えられてましたね。清原果耶さんが演じてたんですけど、すっごく良かったですね。やっぱりこの守られなかった者たち、何が良かったかって、まあ、ストーリーや演出もさることながら、まあ、やっぱり清原果耶さんの演技が、存在感がとてもね、良かったと思いますね。で、三浦透子さんもね、このドライブ・マイ・カーでは印象を強く残してましたけど、ただね、ドライブ・マイ・カーはね、結構その、脇役の女優たち、女優の人たち何人かいたんですけど、中国人と韓国人のね、女性たち、もうめちゃくちゃ、彼女たちがめちゃくちゃ綺麗で、なんかすごい綺麗な方で、僕はあの二人に強い印象を残したんですよね。三浦透子さんも良かったんですけど、僕はドライブ・マイ・カーだったら、あの二人の演技、あの存在感がね、僕にとっては大きかったですね。そして寺島しのぶさんの空白の演技もね、とても良かった。こういう役うまいですよね。そして監督賞、石井優也、白石和也さん、ゼゼ監督、西川美和さん、濱口竜介さん、藤井道人さん、前田渡るさん、これ渡るっていうのかな、明さんかな。やっぱり濱口竜介かな。今年は濱口竜介の年じゃないかなと思いますね。監督としてというか、でも脚本家としてって感じもするけどね。でもドライブ・マイ・カー結構長尺な映画だったんですよ。3時間超えるような長い映画だったんですけど、3時間ぐらいの映画だったかな。全然退屈に感じないんですよね。本当に不思議な映画体験。別にね、大したことを起こってないんですよ。映画の中で。展開としてもね、そんなに引き込まれるような展開なんか何にもないのに、まあ、どちらかっていうとね、演劇の舞台の練習風景をずっと映してるみたいな、そういう映画なんですよ。で、あと、後半からは、まあ、いわゆる、ドライブするっていうか、ロードムービーっていうのかな、車に乗って北海道までこの三浦透子さん演じる女性とドライブするっていう、ただそれだけの映画なんですよね。で、対して展開もないし、でセリフ回しもね、これ原作は村上春樹なんですよ。だから村上春樹のあの不自然なセリフをなんか本当にこう台本を読むようなね、台本を読むような口調で
演じているというね、なんともこう不思議な雰囲気を持った映画なんですよね。まあ本来だったら寝てしまうとこなんですけど、全然退屈しなかった。これ不思議だね。すごいなと思いますね。まあそんなわけで、今年は浜口竜介さんじゃないかなと思います。そして新人賞。よく知らないんだよね。あ、個人的にはこのね、河合由美さんっていうんですかね、サマーフィルムに乗ってと、これ両方見たんですが、優子の天秤がね、主演の滝内久美さんですかの演技が本当にきらびやかで、もう今まで滝内さんの演技ではピカイチだと思うんですけど、この河合さんがね、滝内さんですら食ってしまいそうな存在感を示してたんですよ。すごいなと思って、ちょっと感心したんですよね。で、サマーフィルムに乗ってても、まあ、やっぱりちょっとなんか存在感、強い存在感を乗せていたので、まあ、個人的にはこの河合さんかなと思いますね。まあ、あと他知らないんだよね。あまね色に焼かれる見てない、糸道も見てないんだ。キャラクターは見ましたね。深瀬って、ああ、はいはい、殺人犯の方ね。あとこれ、日の丸ソウルも見てないんだよね。はい、そんなわけでちょっとね、新人賞はよくわかんないんですけど、個人的にはこの河合由美さんは確かに、存在感光っていたと思いますということで、さあ、今年ね、何が取るんでしょうかね。誰が、賞を取るのか気になるところではありますけども。やっぱりね、なんだろう、2021年は何度も言うけどね、小粒な年だったなっていうね、こう突き抜けたものはあまり感じられなかったのかなって気がしますね。まあもちろんね、それぞれに優れた作品であり、演技でありみたいなところはあるんですけどね。さあ、今年はね、2022年、どんな映画が、僕たちを楽しませてくれるんでしょうか。1月ね、そろそろ新しい新作映画、今年の新作映画が、今週金曜日あたりからね、上映がスタートされていきます。まず一発目は何といっても、スパイダーマンの新作ですね。はい。あれは見たい。あと、今月の対策といえばね、何がある？バイオハザードラクーンシティがありますね。まあ結構バイオハザード、ずっとプレイしてるんでね、僕も。毎回、ナンバリングタイトルは全てプレイしているので、ラクーンシティ編はなかなかね、僕も好きなんですよね。だから映画も楽しみなんですね。はい、今年どんな映画が、来年の今頃にね、ノミネートされていくのか、楽しみですということで。はい、以上ミステリー作家の七星でした。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。